こんにちは。中までたっぷりちはやです。マリオメーカーやっていきましょう。生放送中に見つけた 99.9% 不可能なお城っていうコースなんですが、生放送中にクリアできなくてパスしたんですね。で、生放送中に皆さんと一緒にクリアしようとしたんですよ。だからいろんな人のアイデアをもらいながらやって、それでもクリアできなかったコースです。で、セーブして中見てみても全然わからなかったです。で、投稿日が11月20日なんですよ。アップデートが多分2回くらいあるよね。3回くらいあるよね。それまでになんかできなくなったことを、いけなくなったところとかがきっとあるんじゃないかなって自分は予想したんですよね。一応中見ていきます。あと ID 一応乗っけときますね。じゃあ行きましょう。これもうクリアできないんじゃないかな。でもいいねがあるから消えないみたいな。この辺に隠しは一切ないですよね。うん、ないっすね。うん、ないっすね。上もこんな感じであるんですけど、これ取ったところで何よって感じです。一応中身見とくけど、こんな感じだから、全然。中身ね。別にもらっても何かできるわけじゃないよって感じ。まあスターあったじゃん。こっちも多分スターあると思うんですけど、初代なんで、あーバネが入ってないか一応確認しなきゃダメなのか。でもさ、この上に行く手段はそもそもないよそもそも上に行く手段はない。初代なんで、あのこのバネを持つことができません。これ覚えてて、持つことができない。バネがあれば行けるところがあるんだけど。で、この土管入りますと、裏面に飛ぶわけですね。まあ、全く似たような地形に見えるんですけど、こんな感じで。裏面も似たような机になってるだけですね。で、ここで4択のドアがあります。これに入って、これですね。スペードだとここにつけます。で、クッパいるんですけど、まあ、こんな感じでクッパが落ちていく。おっと、マリオが落ちてる。クッパが落ちていくと、おっと、右からスタートするとこうなるか。で、問題のここですよ。ここでルイージになれるんですよ。イエーまあなったところででっていうで、まあ音遊びあるところに何かあるかと思ったけどないんですよね。で、このブロックを壊すことができるじゃないですか、ルイージだから。多分これなんですよ。壊してこう伝ってなんかすると、多分上にめり込んで上に行けるんじゃないかな、行けたんじゃないかな当時は、と予想するんですよね。一応上の方に何もないことをしっかり見せておきます。まあ見ての通りですね。で、一応ゴールルート、逆算ルートってことですよね。どうやったらゴールできるのかっていうのをお見せしていくわけなんですけど、ここがゴールです。だからこう行くわけですよね。こう行くわけですよ。隠しトントントンと上に上がって、これ乗って右に飛ぶ。で、ここは行くことができません。入っても戻れないのかな。一応花ちゃん隠して消して、ファイアワーも消して中身も確認しますけど、戻ることができないですね。うん、ちょっと無理ですよね。これ、ダッシュして斜めでこう入っても多分きついと思うんだよな。うん、多分無理ですね。そのスペースはないっていう。つまりここはブラフですよ。だからこれがブラフってことですね。だからここに来なきゃいけないんですよ。でもここに来るためには、ここに来なきゃいけないんですよ。で、どうも行けなさそうだっていうコースでした。もうほぼほぼ動画じゃなくて、このコースの全容は見えているので、もしクリア法がわかる方いましたら、ていうか当時の記憶を持っている方がいましたら、ぜひ、教えていただきたいなと思います。動画概要欄にツイッターもありますんで、YouTube の方にコメントができないって方はツイッターでも大丈夫です。お待ちしています。はい。では続きまして、こちら、このコースで行きたいと思います。スペードか。これはあれかな？
エースが好きなのかな。スペード海賊団ですかね。スペード海賊団、ハートの海賊団って来て、ダイヤとかいるのかな。そのうち出てくるんですかね。気になるとこですよね。ワンピースの話ですいません。最高。じゃあ行きましょう。 0.05%。 3月の18日にいただいたステージです。何分かかるかなって書いてありますね。ちょっと測っていきましょうか。こうか。うわ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 はー。オッケー。ここね。おおおお隙間空いてんのか。オッケー。こうなってこうなってこうなって危ねえ。こうなってはい。おっとやべ、ロスター。大丈夫かな？落ち着いて、P 踏んで。踏んで、右行って。うわ！嘘だー。ドアがありました。あー、うわ、難しそう。これ、P 持ってきた方が楽ですね。怖え。 OK。 P 持ってきた方が楽ですね。これは来るん。あーこれ絶対コメだ。わかりやすいわ。キノコ欲しい。うわーやらしいなー。 OK。 うわー OK。 ボムヘちゃんか。あ嘘。よいしょ。あ、やっぱ。やば。間に合い。なあ、やば。潰さなかったから、ちょっと時間かかりそう。OK。このキノコ取れたらなぁ。どんだけ楽か。これ大丈夫？うわぁ、ちょっと焦るな。OK。OK。俺の嫌いな。ボム兵。アクション、でも距離が短いから。あ、これ大丈夫かな？あぶね、全然大丈夫だった。うわ、危ね。あ、大丈夫ですね。下から行って大丈夫。かぶって大丈夫じゃん。こうか。あぶねー。セーフセーフ。あゴール見えますね。あ上にブロックあるんだ。ここでいけそう。よーしオッケー。5分だね。うん。5分から6分。死亡数で言うと多分6回から7回くらいかな。オッケー。多分相当難しいと思う。ちょっとやってみましょう。クリア率 1% だもん。ほっ。持ってって投げて。反応して、こう。こう。ドン。うわぁ。よいしょ。OK。お、中間だ。中間もらえんのか。え？え？死んだよ？OK。かぶ
るんじゃないな、これ多分。こうとこうとこうだな。オッケー。ん？あ、入るのか、入るのか。オッケーオッケー。お、中間ですね。中間置いてくれるからクリア率 1% になってるんだろうな。詰まっちゃった。あ、そっか。こうだ。最初からこうやればいいんだ。トン。オッケー。もったいないね。なんで上投げてわざわざ難しいことしてたんだろうね、俺。マリオの果てまで行ってきゅー。この、さあ、ナレーションやってる人の声出したいんだけどさ、出ないんだよな。長谷川さんとかのさ、銀魂の長谷川さんとかの声やってる人出したいんだけどなぁ、出せないんだよなぁ。世界の全然違うもんね。全然違うもんね。世界の果てまで行ってきゅー。お、勝手に上に上がる、ちゃんと上がる。このさ、デカマリオ全自動って今までなかったよね。いや、あったと思うけど、俺の動画では多分出てないよね。おー、すげー入れた。これさ、デカマリオになると急に世界観変わるから、すごい面白いよね。帽子かぶってたり、ヒゲ生えてたりさ。面白いよね。カメックがルイージっぽいのか。お、花ちゃんもこんな感じなんだね。カロ面白いよね。あ、なんか、あ、これは多分また同じことですね。すね。トン。トン。これどうなって、おひげが入ってるのかな。お、かぶった。お、そのまま入れるんだ。すげえ。お、ゴールですね。お、お疲れ様でした。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。アディオス、アミーゴー。